長寿人物ギガ長寿人物ギガは、京都市右京区の鉱山寺に伝わる、資本木画の絵巻物、国宝、長寿ギガとも呼ばれる。現在の構成は、鼓、乙・兵・長と呼ばれる、全4巻からなる。内容は、当時の世相を反映して、動物や人物をギガ的に描いたもので、ああえに始まるギガの集大成と言える。特に、 うさぎ飼える猿などが擬人化されて描かれたコウマ巻が非常に有名である。元来、表面裏面に描かれていたものが裏打ちで剥ぎ取られ、現在に伝わる状態になっていることが近年の修復で判明している。一部の場面には、現在の漫画に用いられている効果に類似した手法が見られることもあって、日本最古の漫画とも称される。成立については、各巻の間に、 明確なつながりがなく、筆致、画風も違うため、12世紀から13世紀の幅のある年代に、複数の作者によって、別個の作品として、制作背景も意にして描かれたが、鉱山寺に伝来した結果、超重人物ギガとして修正したものとされる。作者には、ギガの名手として伝えられる、鳥羽壮を各雄が偽されてきたが、それを示す資料はなく、 前述の通り各館の成立は、年代、作者が異なると見られることからも、実際に一部でも飛ば草場の筆が加わっているか、どうかは疑わしい。現在は、公、平巻が東京国立博物館、乙、閉巻が京都国立博物館に帰宅保管されている。現状の各館はいずれも言葉書きは伴わない。長寿人物ギガは制作されてから800年程度と、 長い年月を経過し、また多数の作品を集めた性格から、描かれた当時の形態を止めていない。脱落やつなぎの変更があり、本来は超重人物ギガの一部であったと思われる段感が多数ある。それらは、現在の形になる以前に模写された模本により、描かれた当時の姿、あるいは時代経過に従って進む作家を推定することができる。 様々な動物による水遊び、掛け車、乗りみ、相撲といった遊戯や法要、喧嘩などの場面が描かれる。描かれた、萩などの植生から、秋の光景と見られる。断冠や模本から、鉱巻は成立当初は二巻立て以上のそれら事態で、独立した絵巻物だったと考えられ、うち、少なくとも一巻は、草むらからの蛇の出現によって、動物たちは遜遜し、 遊戯が終わりを迎えるという構成だった。現在の高巻は、構成に遭遇した火災による、焼損被害や、失われた段階による、不自然さを補うための過失が一部に見られる。2009年から4年かけて行われた、大規模な修理において、高巻の中盤と後半の絵が入れ替わっていることが、判明した。室町時代の戦乱時に、 鉱山寺のランが焼けた記録が残っているが、この時に一度持ち去られた可能性があり、後に回収して繋ぎ直した際に順序が入れ替わった可能性あり。馬、牛、鷹、犬、鳥、ヤギといった身の回りの動物だけでなく、ヒョウ、虎、ゾウ、獅子、麒麟、竜、バクといった海外の動物や、架空の動物も含め、 様々な動物の生態が描かれており、動物図鑑としての性質が強い巻。絵師たちが絵を描く際に手本とする粉本であった可能性も指摘されている。前半10枚は人々による遊戯を、後半10枚は、鴻巻のように動物による遊戯を描いている。後半部分については、鴻巻の動物の遊戯を手本に描かれたものとも言われる。前半と後半の筆致に、 違いがあることから、別々に描かれた絵巻を合成して一貫とした巻と見られていたが、京都国立博物館による修復過程で、元は表に人物画、裏に動物画を描いた一枚だった和紙を薄く二枚に剥がし、繋ぎ合わせて絵巻物に仕立て直したものだと分かった。19枚目の歩く、河津の絵に木石があり、2枚目のすごろく遊びをする、人の絵と、 背中合わせにすると、19枚目の木石と2枚目の人物画の絵星の位置と合致すると判明した後、この他にも1枚目と20枚目、3枚目と18枚目というように、木石などが合致することが分かった。これによりもともとは10枚の人物画の裏に動物画が描かれ、江戸時代に干渉しやすいように2枚に分けられたと推定されている。なお2枚の絵を貼り合わせた後に、 絵ぼし部分を加筆し、それを後世に剥がして分離したとも考えられる。人々による遊戯のほか、法要や宮中行事も描かれている。描線は本邦で、他の巻との筆致の違いが際立つ巻。高巻から分割された段幹の後半部分。絵ぼしを被る猿に、ハスバの傘を差し掛けるか津。東京国立博物館所蔵。 東京国立博物館像縦 30.7cm、横 83.20cm、中央の横長の紙に左右に、横の短い紙が継がれており、現在は掛け軸に表装されている。右から、つばの長い帽子や下駄を身につけ扇を操る蛙、津、木の葉の帽子や太ちに見立てた枝を身につける狐、頭、肩口、腰回りに木の葉を身につける猿。 絵星をこむる猿、その猿の上を覆う傘代わりの大きな葉を持つ河津が描かれている。上述の国宝四巻のうち、鉱巻、第十六史の前につながる部分が描かれており、継ぎ目に押される、鉱山寺の主因が押された形跡がないことから、比較的早い時期に分断されたものと考えられている。上述の国宝の調査によって、国宝との一連性が明らかとなったため、 2017年に、重要文化財に指定された。現在は、独立行政法人国立文化財機構が所有し、東京国立博物館が保管している。その他本説の画面説明は以下による。鉱山時間集京都国立博物館編長重ギガ修理から見えて、きた、世界2016、鉱山寺館週、京都国立博物館編超重ギガ修理から見えて、 北た、世界 2016ABCD 文化庁。平成29年新たに国宝、重要文化財に指定される、文化財の解説。2018年8月19日閲覧。AB 独立行政法人国立文化財機構。E0042402 長寿人物ギガ団館。東京国立博物館画像を検索。2018年8月19日閲覧。 超獣人物ギガ団館、カン、ミ,ホミュージアム超獣人物ギガ団館、カン、ミ,ホミュージアムハット、超獣ギガに似たカエルの墨絵12世紀後半、平泉で出土。四国新聞。http://www.shikoku-np.co.jp スラッシュナショナルスラッシュカルチャーエンターテインメント。 20兆1301億2500万397。高木歩美。み。机の上に、日本国宝、超重ギガが、スマホスタンドやメモ立てになった実用的なガシャポン、超重机が登場。ネトラボ。2016年3月15日閲覧。これで、超重ギガを自宅でもリアル再現可能、カワズとウサギのフィギュアが登場。 ギガジネ、2016年3月15日閲覧。ジブリの鈴木と COP、超重ギガで、新電力を表現。スポーツ放置。h t t p w w h o c h c o j p e n t e r t a i n m e n t 2 0 1 6 3 1 5 a u t h t 5 1 4 0 html2016 年3月15日、閲覧。超重ギガ。 ペンケース、ぬいぐるみ、関口、2017年12月13日。ありがとうございます。